信長の野望を。神聖。破竹の勢いで進軍失意に不具大天の敵北条家を滅亡させた我らが久保様。しかしその身はもうボロボロ、病に伏してしまう。だが久保は止まらない。それが鎌倉武士であーある。突き進む久保軍、神原城へ進軍。そこに待ち至るは今川義元、伊賀合戦。6対1なので楽勝。今川氏よ、さすがにそれは久保様を舐めすぎ。そして遅れて到着朝比奈さん。今回は仲間になった佐竹も参陣。今川の猛将朝比奈でもこれはどうにもならんな。迅速時効です。こらこら、もう17年前のネタだぞ。子供が大人になるレベルで時間経ってるネタを入れるな。はい、迅速迅速。そこそこ強い相手だったけどキルレイともいい感じで勝利。神原城、無事カンラーク。さすがに米がきついからこの辺が構成限界かな。とりあえずまた今川氏が奪還に来たので合戦。なんとか勝利。今川の兵だいぶ削ったけど結構頑張るな。久保様以外も米がないのでここで退却。今川本城駿府館の兵が少ないのに攻められないのは歯がゆいぜ。てか桶狭間ってそろそろだったかな。あと1年くらいか。あ、発生条件よく見たら、今川武田北条の三国同盟成立してないとダメじゃん。北条滅亡させたから小屋桶狭間起きないぞ。後期になるはずだったのに。意図悲し。城増えたけど本城の移転もまだ無理っぽいしうまいこといかん。お前が無計画なだけだろ。黙らっしゃい。小屋本腰入れて内政するため、城主の配置替え等をがっつりやりますか。ものすごい勢いで地上を変更中。リアルで30分以上かかりました。そして城主が変わると城下方針も再設定しないとダメなので、マジめんどい。一括委任が欲しくなるぜ。近隣の情報を確認してたら、武田とノップが同盟してた。今川が弱体化した今、織田の動向にも注意が必要だ。内政しつつ今川と小競り合い、戦うなら準備して一気に進行したいぜ。そして翌月ノップ朝倉の戦が勃発。織田も朝倉も大規模動員かけてるぜ。今ならノップに今川攻めを邪魔されぬはず、戦の準備を始めるぞ。国衆は先行して梅雨払いじゃあ。小島弥太郎殿が仕官したいとのことでござる。おお、これは勇猛な鬼小島。武力極プリ脳筋おじさんをゲット。そして今川への大規模進行の準備を始めるにあたり、病の久保様は大きな決断をする、隠居である。でも世継ぎ武力30なんだよねー。でも僕やつあるし。態度でけえだけだろ。ちぇ。しかも官職引き継げねえのかよ。実は次男だから鎌倉久保と認められてないのか。後で調べたら鎌倉久保は引き継いでたけど、朝廷の役職は自動で引き継がれないみたい。いろいろややこしいのな。いっそうなみちゃんを鎌倉久保に。さすがにお家乗っ取りはダメだろ。仕方ない、吉氏で我慢しますか。こうして足利吉氏19歳が新鎌倉久保となった。隠居した前久保様は朝廷の取り次ぎ役になりました。新鎌倉久保の正当性を公家どもにも認めさせないとな。久保様、朝廷より使者が参りました。お小遣い、ちょうだい。朝廷の役職は基本金で買う世界。現代と同じだね。んなわけあるか。それでは新古学坊吉氏の威信を世に知らしめる、今川へ大規模攻勢だー。ノップがいないうちに今川を潰すぞー。国衆がひっそりと壊滅する中、東海道を久保軍が闊歩する。弱体化した今川にこの勢いは止められまい。桜舞散り、新入社員の入社式。佐竹さんちの吉重くん14歳入社です。史実では佐竹家全盛期を築いた男、未来の幹部候補であります。前久保様がお亡くなりになりましたー。久保様でお前佐野じゃねえか。佐野、追い払をするとはなんという忠心。いや普通に寿命だぞ。そして悲しみ冷めやらぬ中、各所に布陣した新久保軍は今川の本城駿府へ進んだ。勝利を前久保様に捧げるのだー。準備は整ったな、合戦だー。相手は朝比奈さん4万、兵力は互角。迅速お前は黙っとれ。今回は落石ポイントの高台が要所となる地形。高台をうまく使えるかが勝利の決め手になるな。海戦。敵が多く布陣してる左翼は里見さんが特攻。須田と佐竹は中央の落石落下地方面に進軍。勇気四天王水野や、貴様も中央へ向かえ。新久保義氏は重大任務、右翼より要所の高台を占拠せよ。関東八や片千葉氏の娘を嫁にした高木、久保様のお聞きをせよ。三浦武士の末裔和田は遊撃だ。皆の者、かかれ。
初期配置からして高台は敵に取られちまいそうだ。里見さんとぶつかったのは徳川十六神将大久保、須田は迂回して挟撃せよ。高台の要所の制圧は間に合わぬ、水野や和田は落石効果範囲外に布陣して道を封鎖。要所の高台、敵が大名虎が制圧しました。大河ドラマの主役になったからと調子に乗り追って、しばき上げろおお。こけしカットの女を探せー。それは禁則事項です。黙らっしゃい。高台を制圧したこけしカットは久保様を狙っている。高木は交代、直虎と久保様が接敵したら挟撃するのだ。騎馬隊系。お、新久保様もなかなか頑張ってるな。能力低いけど。よし、そのままこけしを封殺せよ。遊撃の和田はそのうちに高台を奪取だ。左翼は敵の大久保が下がって星名と交代か。ならばこちらも里見さんと佐竹を交代だ。一進一退の熱い男の攻防戦。一方久保様は、こけし症状囲んでボコる。その隙に和田が要所の高台の奪取に成功。だが高台攻撃範囲に敵おらず。ならば休憩中の里見さんで中央突貫だー。里見さん釣られた大久保弟に必殺の混乱。混乱して動けない相手に和田の容赦ない射撃。里見さんそのまま朝比奈さんもやっちまえー。大久保弟よ、徳川十六神将のくせに無様なり。お、こけしカット撤退。直虎との戦いで久保様はヘロヘロなので休んでから援軍よろしく。よし、今が好機ぞ。くらえー。落石。大久保忠助隊に2500ほどの損害を与えました。お見事。里見さんの挟撃も成功。朝比奈よ、往生せえ。大久保弟が復活して中央を奪還。問題ない、和田よ、そのまま矢追いかけ続けよう。それは禁則事項。里見の猛攻に朝比奈さん耐えれず撤退。よし、我も中央へ参戦するぞ。久保様、そのまま突き進み大久保弟を三方向から挟撃だー。だがなぜかドリフトして高木の後ろにつく。なんで？結局新久保は役に立たなかったけど、大久保弟撤退。久保様の開けた穴から大久保弟が脱出を試みるも、和田の落石で無事壊滅。和田、ナイス久保の尻拭い。ナイス爆散。そしてしばらくしてまた落石。相手は石川一政、徳川家康が幼少の頃今川家の人質だった頃からの家臣だったのに、家康から秀吉へ出奔した微妙な男。まあ家康と秀吉に挟まれてストレス溜まってたんだろうな。そして頑張って大久保兄をみんなで囲んでボコる。でも最後は和田が軒口破壊で勝利。和田が無傷で美味しいところ全部持ってきおった。だな。新久保様の初陣は大勝利。勝ち時をあげよ。かああったどう。今川の兵を多く削ることができたし大勝利だぜ。そして新久保吉氏の圧勝に威風が吹き荒れる。これにはノップも上から目線でびっくり。ってちょっと待ちなさい、ノップの兵今川向いてた。寸符や肩はこれで落とせそうだけどその後が怖いぜ。くそう、ノップのやつめえ。信長の野郎、神聖。そしてノップに攻められてるのに、全力で寸符や肩の防衛を送ってくるダメ側。ノップに城を譲ってでも久保へ逆襲しようとする狂気じみた執念。とりあえず数の暴力で寸符や肩陥落。今川の本城ゲット。さていっぱい捕虜ゲットしたのでお楽しみの東洋タイム。お、これは徳川三傑、徳川四天王、徳川十六神将と名高い榊原康政。なんか凄そうな人が仲間に。チアリクロウの異名を持つ、長坂信政もしれっと家臣になったよ。よかったな。ノップももう安城城落としてすぐに岡崎。って長尾影虎が家臣になってる。武田に滅ぼされてたのか。山の内上杉が生き残ったから関東管領になれず居場所がなかったのかな。最初の川越合戦の影響が偉いことに。引き抜きで石川一政を投用。こいつはこの世界でも裏切るのか、ブレないな。急げー、ノップに吉田城取られてるぞ。今川の領地を少しでも切り取るのだー。っていうか武田もいつの間にか長尾を食らって、かなりの巨大勢力になってんな。同盟関係もちょっと見直さないとかも。半年後。お米がきつくてまだ一城も落とせてません。おい、でもノップがいなくなってんな。朝倉とでも戦ってるのかな？そんなわけでちまちま戦って掛川城をゲット。そしてちょびっとだけ戻ってきたノップの兵に、流しの城をサクッと落とされる。残る二城は我らが取るぞ。焦る久保軍の猛攻に、引き馬城にこもってた後の徳川家康、松平元康が投降。よっしゃー、元康くん、ゲットー。
強キャラ来たこれ。ノップ、それはいかんよ。ノップの野郎、征夷大将軍を手にかけるとは。いかに足利家の者とはいえ京へ救出に行く方法はなし。今川を滅亡させるが先決よ。台風が上陸しましたー。がっつり暴風域に入った。こりゃ大災害じゃ。でも一波乱あったものの今川最後の城、二俣城を陥落。今川家、これにて滅亡でござる。さてお待ちかねの武将登用のお時間。街道一の弓取り、今川義元が家臣になった。よっしゃー、今回の遠征でかなり久保軍強化であります。だが朝比奈さんは仲間にならず。禁足事項です。あ、スーパーケマリ選手の氏真くんもダメみたい。そいつは雑魚だからどうでもいいだろ。んじゃ首跳ねる？禁足。かわいそうだから逃がしてあげよう。あ、いいよ。二俣城の管理は吉本ママの受刑二さんで。てか城主になれるの吉本おじと受刑二さんしかおらん。吉本は忠誠が赤だし、管理職不足だぜ。僕のおやつのカステラあげるから仲良くしよ。久保様、それは大切に取っておいた名家カステラ。私には信虎殿からいただいた総三左文字があるゆえ不要。等級の低いカステラと等級の高い左文字の交換になっちゃうから、吉本の忠誠逆に下がっちゃうぞ。僕の取っておきが。じゃカステラは信虎さんにあげましょう。年寄りだからといって、物欲がないわけではござらぬ。お、甘いもの好きだったみたいで忠誠上がった。よかったな久保様。やったー。あ、そうだ、今川さんと仲良くするために、瀬名姫を側室に迎えるのはどうだろう。ほうほう、吉本さんの養女らしいな。史実では松平の元康くんに嫁いで、いろいろ事件起こすしこの方がいい未来を引き寄せるかも。吉氏、威圧でいじめたりするなよ、今川との架け橋なんだからな。頑張ります。では今川を滅ぼし基盤を固めつつ、情勢を確認しながら今回はここまで。面白かった、続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。無事今川を滅ぼすことに成功した新久保義氏、だがその目の前には京で征夷大将軍を襲う信長。果たして彼はこの難局を乗り越えることができるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。